にちは、野口幸太です。そして、こんにちは、カズンです。はい、翔太です。何をやってるかというと、今日はね、もう3人揃ってもうピアノ練習マックス、はい、もう超しごきまくり、しごかれまくり、はい、スパルタ練習日でございまして、はいはい、まあ、ここのピアノと、あとピアノ教室の方のピアノ2台をこう3人で回して練習するという、そんな感じになってるんですけれども、ここは基本的には個人練習部屋で、はい、で、あっちでは、それぞれ、こう、ここでやってない人が、こう、レッスンをしたり、受けたり、とかって、そんな感じになっていきます。意気込みを、お二人から。じゃあ、まずは、カズン先生から。はい。多分、一日、丸々、ピアノに費やすのって、めっちゃ久しぶりなんで、煙を出さないように頑張ります。はい、そして、翔ちゃん。初めて、朝から、てか、こんな天気のいい昼から、ピアノをやるのが初めてなので、ちょっと緊張してます。てか、煙が出ないように頑張りたいと思います。はい、こもりますね。っていうのもね、5月26日に我々本番を控えているので、うん、はい、それに向けて、もうこのタイミング、ちょうど1ヶ月経ったところでした。なので、もう、ぬくぬくしてる場合じゃないと。はい、っていうので、まあ、時間にすると、1時間半を3回しするから、はい、え、何時間になるの？ 4 時間半。4時間半だって。4時間半みんなそれぞれにピアノで向かうということになっていますので、はい、皆さん、こんな動画が面白いかどうかわかりませんが、よかったら、見てみてください。はい、ということで、まずは体を整えなくちゃいけないので、はい、ラジオ体操やります。はい、ラジオ体操って。何年ぶりの運動か。前から上、ゆっくり伸ばして、横下ろします。手足の運動です。座ってる方は腕を曲げて横へ振ります。立ってる方は足を大きく曲げ伸ばしましょう。思い出して。カズンと守ってる。もう一度吸い込む。吐いて繰り返しましょう。で、体さ、なんか楽にならない？肩甲骨回すから、うん、あ、そう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 、肩甲骨めっちゃ体がバキバキいってた。そうそう、バキバキいるよね。そう、肩の骨が。なんかさ、音楽もあるしね、お手本勝手にやってくれるからさ、それ真似すればいいだけだからさ、うん、もうピアノめっちゃ肩甲骨使うからさ、なるほどね。そうそうそう、やっぱすごいいいような気がしてんだけど、なるほど。体がガチガチって困ってる人はラジオ体操をぜひやってみてください。整体師さんに教わりました。ということで、ただいま時刻は10時半、はい、ピアノ教室の方のレッスン室に移ってきました。ここから90分間は翔ちゃんと、まあ、カズーンのレッスン、はい、課題曲の、まあ、今度本番で弾く、なんだっけ、春よ恋です。そう、春よ恋のレッスンが行われますね、はいはい。で、僕は、自宅の事務室にしている、あそこの部屋で、自分の練習をしておりまーす。頑張ってください。はい、じゃあ、後でね。はい。はい、ということで、僕は単身部屋に戻ってきましたね。これから僕は自主練の時間になります。あっちでは、翔ちゃんと、あと、ね、カズンがね、白熱のレッスンを繰り広げられていることと思いますが、それはおそらくライブ配信をしてると思うので、翔太の歩き方の、ライブのアーカイブなんかで見れるんじゃないかなと思います。見てみてください。で、僕はね、ここで何を練習するかというと、まず最初にね、最近僕ちょっとバッハのインベンションをもう一回勉強し直しているんですね。なのでちょっとね、少しだけやってから、5月26日に弾く、僕は今回はブエノスアイレスの夏っていうのを弾こうと思ってですね、ピアソラの曲、タンゴですね、それをさらっていこうと思います。じゃあ、
ということで僕の個人練習は終わったので、今一生懸命練習レッスンしてるであろうカズンとショウちゃんのところに行っていきたいと思います。それにしても今日はめちゃくちゃいい天気、ピアノ弾いてる場合ですか、このいい天気なのに。レッスン室に到着しました。いい、ね、さあじゃあ、はい、どうしよう、驚くか、いきなり登場したらびっくりするかな。結構プレッシャーかけんだね。投資があるんだ。
までに、はい、ノーミスで全部通してっていう動画を送ってきて結構言うんだねすごいね、この先生。でもさっき一回成功したんですよ、うん、あ、そうなんだ。へぇ、途中までは、はい、ちょっと動画頑張ります。じゃあちょっと、あ、動画の宿題だ出されたの？え、受ける？カンパケ動画。リズムはいいんで、ミスタッチなしで。はい、了解です。そこで、自分でも許せなかったら、はい、全然いいですよ。まだ引きたがってる人がいる。お疲れ様でした。はい、皆さん今日はありがとうございました。引き続き、練習は続きますので、今さっきね、あっちでね、うん、こっちも配信してたのよ。あ、そうなんですね。ただなんか行ったり来たりしてて、してる人がいて、ね、はい、そうそうそう、ぜひぜひまた皆さん、なるほど、探してください。ありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ、後ほど。そんな感じで、ちょっとじゃあこちらにもいただいていいですか、はい、あ、じゃあちょっと座っていただいて、はい、はい、どうでしたか、この1時間半。まず最初のレッスン時間でしたけども。めっちゃ疲れましたけど。ずっと弾き続けてたの？ずっとだよね。いや、マジか。最初はリズムの勉強やって、はい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 、はい。で、うんうん、いつものデリリリリリリのやつやって、うんうん、で、あ、ちょっと基礎練をしたのね。そう、なるほど。あ、じゃあ、休憩とかそんなしないで。もちろん、飲んだぞ。引きっぱなし？はい。ああ、そうなんだ。それは疲れるね。疲れましたね。じゃあちょっとストレッチとかして、ほぐして、はい、はい。飯食い行くぞ！はい。そうだ。そうだ。はい。じゃあまた、後ほど。はい。ということで、はい。ランチです。何したんですか？リンガーハット。リンガーハット。いいですね。餃子付き。餃子付きですね。で、カズン先生は。ラーメン。ラーメン。チャーハン。いいですね。元気ですね。いいですね。で、野口は、うどんでーす。食べていきまーす。いただきまーす。今日は練習が終わったらソーセージ作りをするんですが、そのソーセージの中に入れるスパイスなどをトムヤンクメン、トムヤン、トムヤン、タイ風味ってこと。あ、いいっすね。うん、溶けちゃうでしょ。おお、いいじゃん。かわいい。そんな買い物をしているところでございます。こちらですね、インディアンカリーパウダーということでですね、こちらお得なサイズになっております。はい、ぜひお子さんがね多いのでおすすめですので、ぜひカルディがお近くにありましたら、ぜひお立ち寄りのフォローお願いします。ナマステ、はい、食材の買い物を終えて今ベース地に向かっているところです。バイオリンちゃうわ。はい、買い出ししてきました。ひき肉めっちゃ半額なの。これどれぐらいの量買ったんです？1キロ強じゃないかな。 1.5 キロぐらい買いました。そもそも何作るんでしたっけ？ウィンナー。ソーセージです。ソーセージを作ります。ソーセージマシンとか買ったからね、このために。そう、アマゾンで。で、腸どこ、腸出せますか、ママ。腸長いんだよね。7メートルだっけ。シール付けですよ。7メートル。あ、そっか。長い。すぐ終わる。はい、こちらが腸でございます。初めて見る。このなんかちょっとパッと見なんだか分かんないよね、これね。まあ、7メートルということなので、相当な量のソーセージが出来上がるのではないかと推察されますが、まあ皆さんそれは後ほどどんな風になるか楽しみにしていてください。はい、ということで練習しなきゃ。はい、はーい。はい、ということで、ラウンド2。はい。ラウンド2の組み合わせはですね。はい。まずここで、はい。翔太くんが自主練します。練習します。ライブ配信するんですか？します。おー、はい、ライブ配信するそうです。で、カズンと僕は教室の方に行って、はい、カズンのレッスンをします。はい、はい、お願いします。はい。1時間半ですね。はい。はい、頑張りましょう。はい、イェイ。イェイ。はい。頑張ります。
たちは教室の方のレッスン室に移ってきました。はい、はい、これからカズンと一緒に指導の仕方とかいろいろ学んでいきたいと思います。カズンとのレッスンはね、これはね社外秘なのでお見せすることができませんが、はい、ということで頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあまた後で。この教室のレッスン室に集まっている状況ですが、はい、いや、いよいよ最終ラウンドですよ、はい、どうですか、調子は。絶好調ですよ。絶好調。最後さっきコンコンに手がもうみたいな感じで言ってたけど、ちょっと肩が痛いですね。背中が痛くなってきた。指が痛い。そりゃそうだろうな。こんなに連続で弾いたことある。いや、初めてですよ。マジで初めて。3時間です、ね、3時間もう合計3時間あと1時間そうだよね、そうだよね。筋肉痛とかになっちゃいそうな。指が確かに使ったことない筋肉使ってる感じがするんででもまだありますからね、はい、そう、はい、カズーンは今どうですか、調子は。いや、僕全然まだ物足りないぐらいなのであと1時間半ちょっと自主練で、はい、自主練ですね。実施していきますんで。次のラウンドは何をやるんですか。明日が石器。明日が石器ね。はいはいはい、はい。今度本番のやつ。本番のやつ、ね。で、こう自分のオリジナルの編曲を作ってるんだよね。そうですね。ね、動画とか見ながら、はいはいはい、楽譜も見ながら、はい、こここうしたいなみたいな。はいはい。なので結構時間かかってますが。うん、そう。まだ90分詰めれば、相当いけると思うね。はい、オッケー。で、野口は翔ちゃんと練習っていうことで、はいはい、まぁ、ちょっと体もね、バキバキだっていうから、ちょっと考えようかなとは思いますけれども。全然大丈夫ですよ。はい。はい、ということなので、じゃあ最終ラウンド、行ってきまーす。イェイ。はい。ということで、翔ちゃんと野口の二人になりました。はい、当初は翔ちゃんに、もうガンガン弾いてもらう系の基礎練習をしてもらおうかなと思ったんだけど、はい、あんまりガンガンにやりすぎても、ちょっと体がね、おかしくなっちゃうと良くないので、ちょっとソルフェージュ的なこととか、そういうことをやろうかななんて思っています。じゃあ頑張りましょう。お願いします。はーい、よろしくお願いします。はい、1から3までじゃん。1、2、3、4、5、5、5。これちょっと歌っていこうか。1、2、どうぞ。1、2、3、4、5、5、5。ここまでのところで何か困ったことありますか。いや、音程がわからない。わからなくない、ね、あ、オッケーオッケーオッケー、はい、ところで第1音っていうのは何の音でしたか。ド。はい。ド。次にはレ、ミ、ファ、ソ、ソ、ソ。これで歌ってみましょう。はい、せーの。ド、レ、ミ、ファ、ソ、ソ、ソ。オッケー。次、この丸にこのなんかお尻みたいなやつ。はい、これプラン。プラン。で、ちなみにこれお尻って言うと子供キャーってなってる。せーの。プラン、プラン、アッポ、プラン。そう。今鍛えたいのはリズム感じゃなくて、はい、拍、はい、拍なのね、はい、何が乗っかっててもプラ、あ、違う、拍はもう絶対変わらない、はい、だから音楽が流れてんじゃん、はい、流れてる音楽の中からいかに拍をこう抜き取るかっていうことがめちゃくちゃ大事だ、はい、言ってること分かった。分かってます、分かります。めちゃくちゃ苦戦してるやつです。ああ、そうなんだ、はい、音程っていうのをやります。覚えておいてほしいのが、うん、読譜、楽譜を読むっていうのは目のトレーニングなんだ、うん、これマッチしてんのね、はい、マッチしてる、はい、マッチしているのを探しましょう、はい、うん、惜しいですね、このさ、なんかさ、あ、これか、そう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 357、はい、全部マッチしています。あ、なるほど。ということで言ってってください。3度5度7度。奇数度が終わったので、はい、偶数度になります、はい、偶数はですねマッチしてないんですね、はい、このファラドミってここなん
ミファファラド、はい、ドミソシレファ、ミソシレファ、はい、キャミソレ、はい、もう引っ掛けていけなかったなこれちなみに何だと思うこれ、ファソ、ここがファじゃん、ラシソラ、うん、そうそう、はい、ミファ、あ、お疲れ様です激ムズなんですけど終わり、頑張ったね、ありがとうございました。ですね、結局翔ちゃんにはこのソルフェージュと、はい、あと楽天的なことを、はい、漫画理論的なね、はい、ことをみっちり1時間半もやって、はい、果たしてこれ効率がいいんだかどうだか分かんないけど、どうだった、あのなんか詰め込み教育感が、うん、まあ僕は詰め込み教育世代なんでいいんですけど、耐えられた、耐えられました、全然耐えられるよね、いやいや耐えられないです、結構苦労してんだからこの人、はい、いや本当に勉強したの久々なんで、うん、やっぱりめっちゃ大変ですね、うん、でも楽しかったですけど顔疲れてるかということで、はい、僕たちちょっとじゃあ家の方に戻して、はい、戻ってカズンがちゃんと練習してるかどうかまだやってるからじゃあ行ってみましょう、はい、はい、ありがとうございます、後でね、はい、バイバイ、はい、皆さんこんにちは、カズンです。はい、ピアノ合宿最終ラウンドということで、今から明日が説教を弾いていきたいと思いますけれども、もう完全オリジナルなんで、あのいろんな楽譜とか動画とか見ながら、もう自分の好きなようにアレンジして弾いてるので、なかなか時間がかかりますが頑張ります。カズンがまだ練習をしているようです。ちょっと覗いてみましょう。真剣にやってるっぽいので引き返します。あ、今バレたかも、バレたどうですか、順調ですよ、順調はい、戻ってきました、カズーン、はい、どうでした、いやーめっちゃ集中しましたね、集中した、もう画面との画面と夢とだけ音聞けるので、ね、自分のアレンジ作ってるからね、聞けたから ね、まあ、今時刻は5時を過ぎているんですけれども、はい、夕方ね、7時間、まあ、10時にねここも集まって、うん、あれから7時間経ったわけですが、7時間経って体と気持ちと景色はどう変わりました、いやでもあと3時間ぐらい練習やるね、やるね、いやちょっと、まあ、レッスン時間もあったので、ね、うん、あ、そうだね、カズンはそうだね、弾いてた時間短いもんね、確かに、そっか、しょうちゃんどうでしょう、めっちゃ、めっちゃ、めっちゃやってよでもいいよね、やっぱり、まあ、一番やったのはしょうちゃんだよね、うん、だから集中するに集中できたし、うん、うん、やっぱり、うん、いやでもなんとかなる気がするんだけど、おあの、見てください、の水ちゃんとあげてるんで、え、あげるんで、そうなの、え、今さっきここで撮ったやつ、の水なんで、よー水なんですげえ見終わらんで、ね、編集してないけど、はい、いつかあげるんで、おお素晴らしいですね、とインスタライブも、の水いくつかあるはずなんで、おお、すごい、インスタライブもね、あ、アイカップがどこ行っちゃう、なんでそんなばっか、そんなばっかだ、アイカップが出てこない、そう、まあ、ところで体の方はどうですか、はい、体バキバキですよ、バキバキですよね、体で何よりももう頭が煙出てますけどねまあ、あの、はい、頭の煙はちょっとどうすることもできないかもしれないんですけども、はい、やっぱりあの皆さんもちょっとよくよくこう気をつけておいてください、はい、長時間練習した後には必ずね生理体操をして、はい、あのほぐして、はい、で次につなげてくださいね、はい、ということなので、はい、ラジオ体操しまーす、はい、のびのびと背伸びの運動から、そうだね、力まない程度軽く手を握って、特に肩甲骨とかをねしっかり、背筋とかも腕と足の運動です、腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて、金曜日の
テレビ体操は金曜日なんだ。金曜日のテレビ体操なんだ。めっちゃ懐かしい。はーい、OK でーす。ありがとうございました。でん皆さん、すごい量ですけど、このひき肉、カズン、こんなにいっぱいどうすんの？今からこれをウインナーにするぜ。ウインナー、まあソーセージですね。ソーセージとウインナーってどう違うんだろう。確かに。そう、しょうちゃんこれ、はい、ちょっと頼みますよ。じゃあ今日は元料理人。やったことないけどね。あの、はい。ソーセージ作るんで、はい。じゃあ、はい。まずお肉の量を測りたいので、あ、もうどんどん行くのね、はい、どんどん行くのね。あ、大丈夫、はい、しました。腸も羊の腸もね買ってきて、はい、すごい量を作りますので、こっちの撮影のことなんか気にせず、こいつら始めやがって、説明が欲しかったのに。7メートルのね腸があるので。はい、その 1.5 キロぐらいの今、ひき肉があります。ひき肉があるので、ね、これを作っていきますのでよろしくお願いします。今ひき肉にこれ何が入ったの？これ何が入ったんですか？何が入ったんでしょう。あ、羊の腸出た、はい、羊の腸をじゃあ水で戻します。あ、すごい美味しそう。手切らないでね、試し切りしてみたら。あ、なるほど。怖いか、その顔の前に持ってる。こちらすごいですよ、1枚じゃないんですよ、2枚の歯が重なることで切れるんですね。今の向けてシュンってホイってあ、そういうことね。え、薄切りってあれですよね、よくあるあのラスクみたいな、まっすぐでもいいし、そう、少しあってもいいかな。あ、じゃあ一回ここだけ、はい、今からカズンが電動ナイフでパンを切ります。これなんですか？それ歯を外すところ。あ、すごい、いきます。え、そんな輪切りみたいな感じなの？一旦ここで切って、あ、そうか、輪切りにして斜めの方がいいか。え、すごい、すごいね、すごい簡単に切れんだね。簡単、もうこの重さしか使ってない。やばい、これどのぐらいですか？このぐらいの薄さですか？うん、薄くていいと思う。薄くていいよね。あ、薄く切れるのか、うん、すごい、ラスクみたい。持ち上げて切る人がいるんだね。え、入り口が分かんない。腸です。先どっか先端ない、これに。え、入り口がない。あ、さっきあったよ、うん、片方しかない。ごめんごめん、入り口渡せばよかった。長い、どこ行って。腸です。7メートルあります。ホルンって解体したら管が7メートルぐらいなかったっけ？あったこの、うん、え、不可能。開けない。どう見ても無理です。開けないんだよね。嘘だ。いけ？多分そういうことだと思うけど。これってなんか繊細に破れちゃうの？うん、破れる。破れちゃうって。そっとやらないと。あ、でも、優しくしてね、優しく。優しく。え、わかんない。あ、これか？そこじゃない。なんか、合ってるのかな？何やってるか分かんないよね、そっちのライブだとね。持ってこようかな、ちょっと。え、これサイズ合ってます？いや、意外に広がると思うんだけど、超だし。うん。え、もうちょっと時間置くとかないですか？絶対これ入る気しないですよ。いや、もうでも戻ってると思う。ちょっとじゃあ、こっちのライブ配信用のカメラも持ってきますね。ちょっとごめんね、前から。こっちだわな。え、入らんかったらもう作戦失敗になっちゃうよ。ただのひき肉料理を食べる。そしたらこれラップに包んでボイルするしかない。そうそう、ちょっとごめんね、酔っちゃったらごめん。今持っていくから、はい、こんなことになっています。これが一番細いから。お、
ピアノくんが知ってるって言ってるのは何だ、何を知ってるの。うわぁ、いいか。ピアノを弾いてる人は手先が器用と言いますが。来たじゃん、ほら、来たじゃん。音楽の授業でやった、あ、あれかな。あ、それを全部詰め込んでいくってこと、うん、そうだよね、なんか中にはめていくんだよね、うん、空気出てないですか。あ、ヤギッチに言ってんだ。空気砲じゃないから出んよね。空気砲。あ、じゃあ一回外して俺の息吹きかけると思う。いい？俺の息が。いいよ。あ、無理か。無理じゃない。なんでこっち来ちゃった。これでも、あ、でも完全に入ってるよね。入ってる。皆さん何を見せられてるんでしょうね。別に後でつけてもいいよ。縦の方がやりやすい。あ、それ奥まで入れるんですか。全部奥まで入れる。全部入れる。うん、そうだよね。じゃないとできないね。うんうん、あれ、あ、そういうことか。ここが滑んないんだよ。何時間かかる。油塗りですかね。ここが滑んないんですよ。あー、確かに。そのなんかこう取り扱い説明書とかに書いてないの。ここにあるよ。あんまりこのタイプの動画ないもんね。これ、うん、それ空気じゃなくて反対から水入れればいいんじゃないかいって。水7メートルあるんだよ。あ、こっちから水入れてみ、あ、水入れてみる。いや、でも意味なくて。そしたらだってさ、中に水が入るじゃん。で、油塗ってみますか、じゃあ。一回外して。水入れてみないじゃない。そしたらだって出るじゃん、7メートル先で。全部入れたんだ。お、そうでしょ、そういうことで。そういうことなの。あ、その水。あ、すごい。ヤギッチありがとう。でもさ、ちょっと行っちゃった。あ、すごい、ね、水が。ソーセージできた。水が行っちゃったよ、そっちに。そういうことだって。え、むず。ソーセージだ。水の。水セージ。水セージ。水セージ。水風船。すげえ。うわ、すごいね。あ、破れちゃった。ごめん。OK。やりました。やっぱ油、はい、油、うん、なんか抜いた方がいいかもしれないですね。はい、切っちゃう。そこの部分、ここら辺ですかね。これにじゃあちょっと油塗った方がいいかな。そのチューブに先に油を塗っておけばよかったかもよ。こんな油でいい。これはね、すごい手先が器用になりますね。なんか広げんのが大変そうだよね。大変。よし、OK。はい。第2弾。あ、いいかな。第2弾。お、もう余裕じゃん。その水ソーセージめっちゃ邪魔になってないこと逆に。滑る？入るようになった？うん、あ、なんか塩絡まってる。その作業が大変だね。でも慣れてきたね。慣れてきた、早い。ほら、素晴らしい。あ、あ、でも油が取れる。あ、そうだよね。でもさ、行ってない、さっきより調子よく。これサイズ、え、なんか破れそう。なんかここ削った方がいいんじゃないですか。なんかこう尖ってません、ちょっと角っこ、鋭利。あ、行きます、行ける。水政治。おお、あ、なんかソーセージ屋さんっぽい絵面になってるよ。いくよ。はい。あ、結構ガンガンと回していいんだね。あ、こっちに、あ、ちょっと、あ、ケースケースケース、もうあとね、5巻きぐらいで終わる。あ、OK です。で、あ、分かった。あ、やべ。はい、あ、ちょっと待ってくださいね。はい、
これさ、現時点でこの量的には多いの？いや、だって多くないですか？めっちゃあるよ。これでだって4人食います。え？大丈夫？でも食べるものないから大丈夫だよ。これも入れちゃっていいんじゃないですか？なんか、レア物入れて。あ、はい、入りました。入りました。入りました。ちょっとボイルしてみましょう。まだまだあるわけですね。あるわけですね。まだ何も終わりませんが、はい、返せたら何かにする。おお、え、まあまあすごい。え、すごい。すごい。さすがだね。できたけど、もうこれは渦巻きってもう、あ、負けるんだ。パスタみたいな。なんかくっつける何かがあるのかな。うん、かもしれないですね。ね。なんであの、でもこの状態で盛り付けしたらなんかいいね。ね、いい、うん、そのまま入れて、うん。うん、マットに何を炒めてるのかわかんない。あ、美味しそうじゃないですか。やっぱツヤ。はい、ただいま時刻は8時になりました。できたよソーセージ。ソーセージ祭りすげえよ。1からすごい、まあ、こんな感じで、そうです。手作りソーセージ、それこれはしょうちゃん作のジャーマンポテト。美味しそう。タコが入ってます。タコポテトです。アレンジだそうです、はい、でソーセージ山盛り、はい、はい、それでこれ教えて。ザワークラフトもどき。もどきだそうです、はい、ちょっとまだ食べてないけど、でソーセージの余った種でハンバーグみたいなものがジューシーハンバーグ、ちょっとうまく映せなくてごめんね。はい、はい、ということで今日一日お疲れ様でした。練習ありがとうございました。皆様、はい、じゃあ皆さんたくさん来ていただきます。いただきます。